しました。遠かった。室戸廃校水族館。あの鳥なんやろ。すごい鷹なんだろうな。いっぱい飛んでます。椎名小学校っていうとこだったんだな。すごい、さっき心を開けてオープンにしてたから髪がめっちゃすごいことになってますよ。それであんなに鳥が上でぐるぐる回ってんだね。17時までに受付でもやれば見学できます。これ政府が良くない。政府が食べよう。みんな大好きサバ。定期網の稼ぎ頭ブリ。これ何かと思ったらちょっとなんかいろいろやってるね。自販機だよ。ひょっとしてこれって効果？知らんけど。地上下校。サバらしい。見ましょう。あ、こんなところに魚いる。すごいね。すごいね。面白いね。サバ、サバ、サバ、サバ。おお。最後の生徒さんがね。イカスミで描きました。おお。イカスミで描けるの？懐かしい。あ、お道具箱がある。ナマコ。タッチプール。ナマコや人では定置網を見ては取れません。りょうさんありがとう。優しく触ってね。触っていいの？ほらほら。わ、すごい。こんなところに突然飛び箱が。はい、では今回のルートを教えてください。はい。香川で朝うどんを食べる。で、香川さんを見れました。うんうん。ジブラマね。あ、ジブラマ。で、この辺りでホテル泊まってますから。うんうん。で、こっから高知に入って、この辺りで夕ご飯。あ、そっちの方に行ったんだね。で、そこからぐーっと、今、ここ、はい。帰りは、こう行って、こっから香川に入って、うん、この辺りで骨付き鳥で、うんうん、で、持って、淡路を通って、北道を通って、うん、この辺りで移動に行って、うんうんうん、で、大阪に帰る。結構な距離ですね。結構。わぁ。僕の誕生日じゃない。僕がルートを組んで、僕がホテルを取って、僕が運転する。ええ、そうですね。毎年そうですね。旦那さん感謝祭は
毎年そんな感じでございます。そしてちなみに私の誕生日の勝木さん感謝祭はどうですか？僕がルート決めて、僕が、ね、ホテル取って、僕が運転して、僕がついていく。あら、大切なところがないよ。え、勝木さんの喜びそうなところを僕が判断して僕が連れますんでしょ、はい、懐かしい OHP、 もう令和の時代にこれは使わないだろうね、きっとね。懐かしい黒板消しのクリーナー、そして蕎麦、先ほど知ってるのかな、蕎麦書いてる言葉の単語が心か心か、なんだこれ。あとは分かるけどね、なんだ。これも今年の書き手ね、来年変わるのかな。京都市内で使われてる国語の教科書。ほら、あ、ほらってこんななの。高知海洋高校からこのアーチは寄贈されたらしいです。ガーン、伊勢海老すごいね。刺身怒られるやつすっごい立派。カノコ、カノコ伊勢エビが手のところがしましまになってるね。あー、こっち側がカノコ伊勢エビで、でこれがでかすぎた伊勢海老なんだ。そんな種類があるなんて今まで知らずにいただいてましたわ。なんかこの子のハマり方可愛くない？ああ何これ、何何、擬態的なコブセミエビ。草履のような形をしているから、へえー、すごでかっ。そしてウミガメ、おお、ウミガメ頑張って泳いでる泳いでる。こんにちは。あ、綺麗な目してるわ。ここね、はあ、寝てる間の呼吸ってどうなってるか、ちょっと可愛い。カサゴってさ、泳いでる時綺麗だね。なんかほら、お刺身の時とかお刺身、なんか唐揚げとかの姿しか見たことないからあれだけどさ、すごい優雅だね。あ、あら、突撃、なんだなんだ、突然こんなところに飛び箱と思ったら、ん、赤原イモリ、イモリ、あ、いるいる。え、ちょっとこれ分かりにくいな、こっち、あ、こっちからは取れないなるほど、この奥にみゆき、みゆきか、怒られるぞ。みゆき、ここだここだ。あ、みゆきや。
雰囲気じゃない。わあ、さっき全然気づかなかったよ。単に OHP だけ見てたけど。耳の中はどこに？どこいる？すごいね、ここすごい考えられてるね。でもエビどこいるかわかんないけど。わからん。反射して。さっきのミユキみたいに密かにどっか行ってんの。わあ、すごい。所狭し。ウツボウツボ。高知ではウツボ食べるんだよ。唐揚げ。あ、そういえばあの取ったどーの時もウツボを油の中に投げ込んでる方いらっしゃいましたね。高知は本当に唐揚げで食す文化があると高知出身の子に教えてもらいました。あ、グレン、はい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 。へー。お、ハリセンボン。さすがにハリは今閉じられてる。怒らないとね、出てこないもんね。ツバメウオ。うなってる、うなってる、うなってるよ。なにこれ、ウミヘビ。こうやってなんか分かりやすく説明書いてくれてるのってありがたいですね。なにこれ、さんの腸から出てきたレジ袋だって。よいしょー。こんなお腹の中入ってたら食べ物集中できんかな。おお、サメに刺さっていた針。出てきた。うん、これはもう無理筋でね。ウミガメに絡まっていた。そう、砕けてるんだ。あー、レシーブラスか。そうね、これだけのものが流れ着いたりとかね、してゴミになって海汚してるっていうことですね。うわー、切れとる。釣り糸が食い込んでたっていうか、痛々しい。テグス、さっきのやつね、ウミガメの腸からってやつね。はーい、痛々しいな。こうやってお掃除されてるんですね。だからこそこうね、綺麗に見せていただけると思うとありがたいね。音楽室。あ、あんなところにアイスの自販機が。今はキッズルームとしてね、使われてるみたいですね。小さいお子さんいてもね、なんか飽きて遊びたいとかなった時にこういうのあると便利ですね。ベルタリングまであるよ、すごい。ここにある楽器を自由に弾いてください。おお、滝蓮太郎。うん、飾ってありましたね、学校にね。おお、アコーディオン。うん、懐か
うっかりとすると見落とすようなところにすごい隠れてるもんね、はい、ね、もう四国完全スルーだと言われなかったら。あとは図書館、お、なんか動物のお医者さんとか懐かしい。あ、そして大井龍馬、さすが高知。うん、図書館だ。そうなんかな、オリジナルプリントシール機、うん、あ、本当だね、新聞とか昨日の新聞、今日の新聞とか、うん、うん、うわぁ、裸足のゲン釣り吉三平、うん、屋外大水槽25メータープール。なるほどね、なんかすごいよく考えられてるな。うん、あ、いたいたいた、なんかいた、何かなと思った。ほら、亀の手、手が当たってみょんみょんって出てきてた。そしてここにいっぱいいました、亀さん仲間たちが。結構いろいろとこのプールの中にいるっぽい。全然わかんないけど、バーベキューとかできそう。触れ合い体験交流スペース出店者用、なんかやってんだね。すごいね、町おこしすごいされてる感じ。一通りね、ぐるっと見てきたところなんですが、やっぱこれ結構楽しめましたよ。ね、楽しかったね。うん、子供さんと来られてもいいと思うし、もちろん大人で来られてもこれはちょっと面白い。なんか学校がね懐かしいっていうのもあるし、こんなところにこんな魚が隠れてたみたいなのもあるし、楽しかった。ぜひ皆さん行かれてみてください。